それでこう喋ってる中で、あ、この人どういうことが好きなんだとか、でその履歴書に書いてあることとかで、なんかもうちょっと書いときゃいいじゃん、この写真良くないじゃん、意外とこれがオーディションなんですよ。一番いいのはなんか履歴書見て、あ、なんか面白そうだなってまず思わせること。プロフィール見た時にいろんな日本の映画が書いてあるね、最近の。あ、これ出てたのかよと思って見ると好きな映画って書いてあるんだよね。別にこの情報いらねえよみたいな。それよりはなんかこんな昔のこんな映画が好きだとか、だか最近本当最近公開されたばっかりのような映画が好きな映画に書いてあるとちょっとがっかりしちゃうんだよね。おいおいこの程度かよみたいな。でこれに出ててくれた方がまだいいわけだったら書かなくていいんじゃないみたいな。この情報余計だよっていうこととか、やっぱ本当に自分の得意なこととか、自分のなんかこれはみんなとは違うだろうっていうことは絶対書いておいた方がいい。じゃあどうしようかな、ぼちぼちやっていきますか、ね、じゃあ最初これ、はい、記録しましょうか、はい。